カール・クリューン、カール・テオドーア・フェルディナント・クリューンは、ドイツのジャーナリスト、左翼民主主義者、哲学者。ノルト・ベスト・ファーレン州のザ・ウアーラントにある流伝イ糸に生まれる。父は小学校の教師であった。ヘッセン州ベッツラーのギムナジウムに通っていた頃は、校内で、週刊新聞を発行したこともある。1835年に卒業後、 ボン大学で哲学とプロテスタント神学を研究する。ボンではカール・マルクスと知り合っている。1838年にベルリンへ移り、文献学と哲学を学び、最初はヘーゲル・サ派の影響を受ける。1839年には最初の著作、バルト海沿岸とライン川への旅が交換され、カール・グッツコーに捧げられた。 1843年6月から家族と共に、ケルンに住み、モーゼス・ヘスなどの社会主義者たちと交際する。その頃、ルートビヒ・アンドレアス・フォイエル・バッハの考えを取り入れて、新生社会主義を唱え始める。ベーゼルで、デアス・スプレッカーが網を編集し、ついで、鳥居や新聞を、機関紙として発行するが、新聞全体の急進的な傾向がたたって1844年に、 発行停止処分を受け、グリュームはプロイセン政府に追放された。ブルッセルでフェルディナント・フライリヒラートと出会い、パリでは初期社会主義者、特にピエール・ジョゼフ・プルードンに接近した。1848年以降の革命期にはドイツに戻り、1849年にはプロイセン国会に選出され、極左グループに所属した。プリュームにあった。 武器貯蔵庫襲撃に関与したとして起訴されるが、8ヶ月間の交流の末、無罪判決が出て釈放された。1850年からブリュッセルで著述活動に従事し、1861年にはドイツに帰国して1862年からフランクフルトアムマインで新聞記事を書いたり学校で文学史を講じたりする。1865年にはハイデルベルクへ移住。 1866年を中心に、ハンプロイ戦闘争に従事している。1868年からウィーンに定住し、フォイエルバッハの移行の観光に携わった。ウィーンで没した。マルクスやフリードリ・ヒエンゲルスによって、ドイツ・イデオロギー、共産党宣言の中で批判された社会主義者の一人であり、彼の主張であるフランスとベルギーの社会運動をめぐって論戦が、 行われている。グリューンには他にフリードリヒ・ホンシラー、ヨハンボルフ・ガング・フォンゲーテ、ホイエルバッハについての著作がある。ありがとうございます。